up the size and create within a circular space, 3 or 4 yards in diameter, just below the insect. Then he told Jupiter to let the string go and come down from the tree. はい、そこまで。Next, Miss Misono. はい。Lugland placed a small stick into the ground at the exact place where the insect fell. He took from his pocket a long tape measure. He fastened it one end to... ソロリティをやめなさい。自らの意思で辞退をしなさい。私たちはそんな不正が我慢ならないの。He went in front of his master, clearing away the bushes with a spade. はい、そこまで。どうしました？元気ありませんね。はい。Next, Miss Yoshimoto. はい。At the distance of 50 feet, Lugland stopped and put the second stick in the ground. The ground aroundIt was again cleared in a rough circle. 資格のない人はソロリティをやめるべきです。何よこんなの負け犬の遠吠え。気にしちゃダメ。キリックス。私ね、駅前に素敵な強風喫茶店見つけたの。一人で帰る。ねえ、行きましょうよ。ごちそうするから。ダメ、先に行って。美味しいのよ、白玉なんかとても上品で。これ、焼却炉に捨てていくから。何それ。朝、入ってたの私の机に。お兄様、何が悪いのか私には分かりません。私のどこが悪いのか分かりません。小さい時から人に愛されたいと思ってはいました。でも少しです、ほんの少し、そうだったらいいと思っていた程度です。傷つけたり傷つけられたり、そんなことのないようにほんの少し、それが私には似つかわしいと、そう思って、いえ今もそう思っています。その私がこんなに重く強く、どうして人から怒りや憎しみを受けなければいけないのですか。私の一体何が、私が一体何をしたというのでしょうか。嫌です、こんなの、こんなのない。私を灰にしたのです。たった一言好きだと言ってください。それで生きられます。あなたが欲しい。罪深い私の青春。私を傷つけよ。突き落とせ。恥ずかしめよ。それでも私は忘れられないのだから。私の他にもここに泣きに来た人がいる。幾人も幾人もの人たちが、生きる重荷に耐えきれなくなった時、激しい声に胸を焦がした時、失った友情に打ちひしがれて、ここを見つけ、ここに逃れ、人知れず胸を抱き膝を濡らしたんだ。
私の前の年の、そのまた前の年の、何年も何年も上級のお姉様たちが、その悲しみが、青春が、この時計塔の壁に。何の音かな。ジュスト様、タバコ、タバコなんか吸って悪、悪なんだこの人。あの、取ってくれないか。え、あ、はい。そうか、さっき下で聞いた音、この音だったんだ。それにこんなにたくさんの傷跡、今日が初めてじゃない。これは、このシルエットは宮様だ。間違いなく宮様のシルエットだ。どう？それ宮様ですか。そう。どうして。それも胸をあんなに深く、何度も。巷に雨の降るごとく。え、我が心にも涙降る。核も心に滲み入る。この悲しみは何やら。この悲しみは何やら。この悲しみは何やら。サンジュスト、サンジュスト、胸が締め付けられるような寂しい響き。そのサンジュスト様と宮様、二人の間には私には触れることのできないような何かがあるのですね。巷に雨の降るごとく、我が心にも涙降る。サンジュスト、誰があの人をサンジュストと名付けたのかしら。サンジュストって一体。12分の電車に乗れなかった。遅刻だ。
わかるでしょ、ソロリティメンバーはお付き合いいろいろあるのよ。私はただそう伝えてって頼まれただけ。直接聞きたいわ、七子から。どこにいるのよ今。気の利かない人ね。友達なら分かってあげれば。何がよ。七子さん、あなたを傷つけたくなくて私に頼んだんじゃない。傷なんかつくもんですか。馬鹿にしないでよ。行くでしょ、パジャマの布地買いに。あ、家庭科の。来週早々よ。ね、帰り行こう。あ、うん、でも。何かご用？ええ、ちょっとね、図書室。まあ、探してる本があるの。今日行かないと月曜になっちゃうでしょ。だから、勉強か。やだ、そうじゃなくて。わかったわかった、無理言わないわよ。じゃあね。あなたの布地も私が選んでいい？え？それならよくってよ、図書室行っても。火を貸していただけるとありがたいんですが。見つかれば無期停学以上退学もありえますよ。憧れてますから、退学に。預かります。憧れてるんです。さあ。傷はまだ痛みますか？そう。何で調べたらいいかな。それならあっちの棚かな。あ、どうも。あ、棚って、え？フランス革命とサンジュストについて調べたいんでしょうが。え、どうしてそれを。この学校の新入生は、そうさね、まず3ヶ月以内にはフランス革命史のコーナーに立つことになっている。あ、あの、私は別にその。いいさいいさ、本は読まないより読んだ方がいい。その理由が何であれ、ご案内いたしましょう。すみません。これとこれとこれで完璧。どうも。おかしい。だからパレスホテルで井出さんと郡山さんが。いやー、大変よ。それでねえ、どうしたのよ。ほら、宇田山さんって知ってる。ほら、ここ一体どこだと思ってるの。図書室だよ、図書室。ぐっちゃべりは外でしてほしいな。あ、はい。あの、これ貸し出しお願いします。
早く図書室だっていうのに落ち着いて本も読めやしない。本がお好きなんですね、カオル様は。意外？ええ、ちょっと同じことを言ったやつがいたよ。サンジュスト様が？そう。レイは中等部の時転入してきた。本当に風変わりだった。いつも一人で本ばかり読んでいて、まるで現実には興味がないというふうに。にはね、なんだ、ベルレーヌね。巷に雨の降るごとくでしょ。意外だね、やるじゃない。これでお合い子ってわけ。それから私はバスケ部に引っ張り込んだ。あの方がバスケ部に？たちまちスタープレイヤー。バスケをプレーしている時のレイは生き生きとしてた。目を輝かせてね。私はそういうレイを見るのが好きだと思っていた。でも本当はそうじゃなかった。私が惹かれたのはレイの生身の人間らしくない風情、あの遠いところを見つめているような目だった。あの目が見てきたものは、あの魂の中に潜んでいるものは何だった？ああ、いい匂い。え？ああ、クッキーを焼く匂いです、これ。あ、そっか。トモコ今日クッキングクラブなんだ。すご腕ね。ミヤ様だけじゃなく、今度はカオルの君にニャンニャンしてるんですって。さすが飲み屋の中井さんの娘ね。誰とでも。なんでしょう？何かご用でしょうか。これあなた学校にお忘れになったでしょ。え、ほらこの間焼却炉の中に。あらあら、ソロリティが転んだ。何もしてないわ。そうよ、勝手にお転びになったのよ。あのね、今度こんなことしたら私が許さないよ。文句があるならこれからは私が相手よ。トモコ、トモコ、あのさ、でもいいよ、電話。トモコ。うん、私の方からする。今まで通り。若き騎士とサンジュスト、18歳で初恋に敗れ、パリで自堕落な青春を送った後、ランス大学に入学、法学士となる。
フランス革命後、ジャコバン党のロベスピエールと共に反対派の革命家たちを次々とギロチンに送り、その女とも見まごう美貌と、それにそぐわぬ冷酷非情な行為ゆえに、死の大天使と呼ばれ恐れられた。だが、1794年失脚。27歳の若さでロベスピエールと共にギロチンの露と消える。巷に雨の降るごとく我が心にも涙降る。かくも心ににじみいるこの悲しみは何やら。死の大天使、人の死も自分の死もさえざえとした目で見つめ続けたフランス革命の騎士ドス・サン・ジュスト。受け継いだその名にふさわしく、あの方が遠くじっと見つめているものはやはり死なのでしょうか。お兄様、豪華なホテルでのマリコの誕生パーティーだが、招待されたのはナナコ一人だけだった。パーティーの後、マリコはナナコを自宅へと誘う。そこでマリコの見せた行動にナナコ、次回あなたが欲しい。お兄様、涙が止まりません。